皆さんこんばんは。1月1日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私ルシオコスカ、コメンテーターは竹芝ロックでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。インターネット商取引で無申告の割合が高水準に。グリにて未成年の課金制限にトラブルが発覚。CES 2013にてトヨタ自動車が自動運転の試作車を公表。 NVIDIA が Android 携帯ゲーム機プロジェクトシールドを発表。匂いや風味を認識しデジタル化する iPhone 用プロセッサ。セカンドライフビューアーが Amazon でも導入可能に。まず最初のニュースです。大阪国税局が近畿2府4県で実施した所得税の税務調査で、インターネットを利用した商取引のうち、所得を申告しない無申告の割合が全体の4分の1以上を占めていることが明らかになりました。直接的な現金の受け渡しがなく、ネットを利用する気軽さから、中にはバレないと思ったと意図的に申告しない悪質なケースもあるようです。直近の調査で申告漏れと合わせた総額は年約61億円になり、同局は専門の調査チームを中心に監視を強めています。企業によるネットオークションや大掛かりな物販などはもちろん、近年はブログを通じた個人ベースの売買も急増しており、大阪国税局によると、ネット取引の無申告の割合は、統計を取り始めた平成15年7月、16年6月実績の 20.2% から年々増加して、17年7月から18年6月実績で 25.4% となり、ほぼ毎年4分の1を上回る数値で推移しているということです。貯金の23年7月から昨年6月実績では、同局が調査対象に選定した513件のうち141件が無申告で、割合は過去最悪の 27.5% だったということです。無申告で故意に所得を申告しなかった事例では、大阪府内の主婦が自身のブログに医療品や化粧品などの広告を掲載し、約8300万円を得ていましたが、バレなければいいと思ったと全く申告せず、約3600万円を追徴課税されたということです。大阪府内の男性はネット上で男性と会話する複数の女性をチャットレディーとして雇い、利用者から約1800万円を得ていましたが、送金先を複数の親族名義の口座に分散するなどして隠していたということです。ネット取引は商品やサービスの購入者が取引先の口座に対価を直接振り込むケースが多く、実態把握が難しいとされ、こうした状況を受け、大阪国税局では、ネット取引を専門に取り扱う、平成12年設置の電子商取引専門調査チームを中心に監視を強化し、ホームページに設置された広告のクリック回数などを調べて、解説者の収入を把握するなど、徹底した調査を進めているということです。たけしさん、このニュースいかがでしょう？はい、私の試験なんですが、まずですね、どこからどこまでが課税対象であるかという線引きが必要なのではないかと思っています。今回の記事では、オークションの利益を課税対象にしているのですが、インターネットの個人間での商取引の方法は多種多様化していますので、まずきちんとした法律を制定して、明確な基準を先に設けるべきであると思います。例を挙げると、今回のようにバレなければいいや、所得隠しは、もちろん論外ですが、オークションでの利益を課税対象とする場合と、リアルの世界で、リサイクルショップでの買い取り、またはフリーマーケットへの出品などでの収益は、オークションでの利益と、違いがないわけですし、フリーマーケットの収益を申告している人もほぼ皆無なわけですので、その辺の基準を国や国税局に、きちんとした形で、制定してもらうように期待したいものです。またセカンドライフでのリンデンドルの取引も将来的には課税対象になる可能性も多々ありますし、そういった面で今後の国の法律の動きに注目していきたいです。
なお、私個人として、セカンドライフでの収益は申告しておりますので、以上です。すいません。ありがとうございました。次のニュースです。4月7日、ソーシャルゲームグリーにて、未成年の交流ゲーム利用者の一部について、設定した上限額を超えて課金していたことを発表し、同時に対象者への返金を行うことを発表しました。同社では、未成年者の保護を目的に昨年4月から、15歳以下は月額5000円、16歳から19歳は同1万円をサービスの課金上限額として設けていました。しかし、携帯電話を使いクレジットカードで直接決済する未成年者に対し、監視システムが働いておらず、課金上限を超えた課金者が延べ733人発生し、超過総額も2811万4470円となったということです。同社は昨年9月初めの内部調査で問題を把握していましたが、対象者が少ないとして公表や返金を行わなかったということです。9月7日以降は利用上限を監視するシステムを改修して問題は解消しています。利用者の大半を占める携帯電話会社を通じての決済では問題がなかったということですが、対応の遅れに非難が集まりそうです。グリーでは、情報開示が遅れ、ご迷惑をおかけしたことをお詫びするとコメントしており、対象者には個別に通知し、返金が行われる予定です。次のニュースです。本日までアメリカ・ラスベガスで開催されているコンシューマーエレクトロニクスショー、CES2013 にて、トヨタ自動車が最新の自動運転技術を備えた試作車を公表、展示しました。展示されたのは、レーダーとカメラ、そして周囲を察知する各種センサーなどを搭載したレクサス LS600H です。この試作車は、歩行者や他の自動車との衝突を回避し、詳細な電子地図情報を頼りに、道路の走行レーン、信号なども感知することができるため、運転手不在でも道路を走ることが可能です。トヨタは、この車両を紹介する5秒間のビデオ映像をウェブサイトに公開し、安全性を向上させたレクサスの研究車両は、新しい自動化の時代へと、と説明しています。車両の屋根の上には、Google が研究車両に使用しているレーザーに似たものが設置されていますが、トヨタが独自に開発した技術だそうです。一方、Google は今後5年以内に自動運転技術を実用化すると発表しており、昨年8月には Google の自動運転車、Google カーが48万キロを無事故で走破しており、ネバダ、カリフォルニア、フロリダの各州では自動運転車が合法化され、公道走行が Google カーに許可されています。今回、トヨタがモーターショーではなく家電ショーに出品したことも、自動車がより扱いやすい家電の目玉商品へと変化し、高齢者や女性ドライバーの増加にも対応して、スピードや馬力などの走行性よりも、安全性や運転操作の省力化に力点が移っていくことを感じさせます。日本では昨年、交通事故死者数が4411人で、12年連続減少し、61年ぶりに4500人を下回りましたが、警察庁はその要因の一つとして、車両の安全技術の著しい向上を挙げているほどです。セスには、ドイツのアウディ社も自動運転車を出品して技術をデモンストレートしています。こちらは、運転手がいなくても駐車スペースを見つけて自動的に駐車する性能が含まれているということで、今後の運転の自動化が近づいているようです。次のニュースです。1月6日、PC 用のグラフィックボードメーカー NVIDIA が、Android 携帯ゲーム機プロジェクトシールドを発表しました。このゲーム機は、ゲームパッドにタッチパネル対応5インチディスプレイを搭載した形状になっています。特徴は、先日新しく発表されたモバイル向けの高性能プロセッサとして有名な Tegra 3の後継となる Tegra 4を搭載し、
優れた画像処理能力を持つことで、5インチ、1280×720 ピクセルディスプレイと、Android 4.1。コントローラー部分は、十字キーや4ボタン、2つのアナログスティックを装備。ディスプレイを折りたためれるクラムシェル型となっています。同社のゲームストア、テグラゾーンから、Android アプリをダウンロードできるほか、GeForce GTX650 以降の GPU を搭載した PC と無線 LAN で接続することで、Steam で購入した PC ゲームも楽しめるということですが、発売時期や価格は明らかにされていません。次のニュースです。アダマントテクノロジーがビジネスインサイダーのインタビューで、匂いや風味を認識し、デジタル化することができる iPhone 用プロセッサーを作り出したことを明らかにしました。このプロセッサーは人間の平均的な鼻が約400個のセンサーを備えているのに対し、匂いを識別するために約2000個のセンサーを搭載しています。サンフランシスコの新興企業である同社は、テキサス州オースティンの工場でチップ製造を開始しており、今後1、2年でチップ向けのアプリをリリースする予定とのことです。iPhone に接続して様々なアプリを使用するデバイスを製造する計画で、匂いを感知し、本人が予想しているよりもシビアに息の状態を確認し、危険な場合は警告してくれるデバイスも含まれているということです。この他にも計画中のアプリとして、糖尿病患者の血糖値を測定したり、血中アルコール濃度を測定したりするものも開発中ということです。次のニュースです。セカンドライフのビューワーがネットショッピングサイト Amazon でも導入可能になりました。これは1月4日のセカンドライフブログで発表されたもので、現在 Amazon の英語版のサイトでセカンドライフのビューワーを0ドルで購入しインストールすることが可能になっています。通常の料ビューでもいくつかお得なパッケージが用意されており、スタータービークルパックとして、ホバーボードと呼ばれるシムボードのような乗り物と、1000リンデンドルがパッケージされた商品も 9.95 ドルで用意されています。この他にも、デラックスビークルパック 14.95 ドルと、プレミアムビークルパック 24.95 ドルというパッケージも用意されており、こちらはクオリティの高いヨットなどがセットになっているようです。公式ブログでもセカンドライフに興味がありつつも始めることを踏み切れなかった人は、これを機にお得なパッケージを使ってセカンドライフを始めてほしいと紹介しています。次は私、ルシのピックアップコーナーです。昨年12月7日のニュースでもご紹介しましたピグワールドで遊んでみました。ピグワールドは建物を建てて自分好みの街を作っていくゲームです。建てた住宅にピグ友や自分好みのキャラを住まわせたり、お店を建ててアイテムを作ったり、お願いをしてくる住民に対し作ったアイテムをプレゼントして仲良し度を上げたり、住民に好きな服を着せてあげることもできます。街のレベルを上げていくことで設置できる建物の種類も増え、住宅や店舗をどのように配置するかなど、パズル的な要素が高まっていくにつれ、面白さも増していきます。これは私の街の一部です。クエストをクリアすることを目的にしなければ、街を作るだけでなく、広い意味での箱庭作りのようなことができ、自分がどんな世界観を持っているのか確認できて興味深かったりします。また、住民さんたちの発言に笑わされることも多いです。例えば、朝ごはん落としちゃったとか、朝ごはん落とすって何？と思わずツッコミを入れてしまいました。その他にも、夜になると走りたくなるんだとか、暇じゃないのよ、考え事してるのよとか、理論的すぎてはいけませんか？など、どんなコメントが目につくか、ちょっと心理占いみたいなところもあって楽しめます。ぜひ遊んでみてくださいね。以上、ルシのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。